はい、日本を美術で元気にする、世界を日本美術で元気にする集華堂絵画骨董買取プロの田中でございます。さて、私もこの絵画骨董買取プロのホームページからですね、リアルタイムオンライン査定というのを始めております。これリアルタイムオンライン査定って何かというとですね、 LINE ってあるでしょ。 LINE って皆さん使ってらっしゃいます？ LINE で、あれ、あのテレビ電話っていうのができるんですね。でテレビ電話っていうのでですね、まあ言ったらそのまあお家にいながらにして、で自分のカメラ、ご自分のカメラでですね、まあ、あのこういう感じでこう自分の絵をこう見せながらですね、我々と通話していただいて、で、まあ、リアルタイムにこう絵を査定できるという、そういうシステムを導入いたしました。で、我々のこの LINE のこのアカウントにつないでいただいて、でそこからですね、まあ、我々のその日時を予約していただいて、でその時間に、テレビ電話で査定しようというですね、企画でございます。でこれをなんでこういうことを始めたかというと、まあ、あの当然、皆さんお分かりかなと思いますけども、このコロナってやつですね。で、まあ、あのちょっとですね、まあ、あんまりこう新型コロナで、あんまりこう直接対面したくないというような方も、まあ、中にはいらっしゃると思うんですね。で写真を撮るといっても撮り方とか、まあ、なんかもう撮ってるの面倒くさくなるということも、まあ、あろうかと思います。で、まあ、テレビ電話だったらその場でこうパッとね、やれますから、でしかも直接話もお話もできますのでね、まあ、ぜひご活用いただければと思います。まあね、そんなにね、まあ、人と会うのが怖いということはね、あんまりそこまでね怖がってもいいと思うんですけども、でも実態としてね、私どもあの作家さんをですね、田舎からこう呼ぶのですね、その田舎の人のおじいちゃんとかおばあちゃんが反対してたりとかね、皆さんほらこうやってネット見てないでテレビばっかり見てるじゃないですか、おじいちゃんとかおばあちゃんとか、そうするともうね怖くて怖くてしょうがないんですよ。もうね、それね、ちょっとまあ東京にいるとね、みんな満員電車朝乗ってるでしょ、これで怖いって言うんだったら何が怖いんだっていう気になっちゃいますけどね、東京人はね。でもまあ それはね仕方ないですから、情報ギャップっていうのはね。だからまあその、うん、やっぱちょっと地方在住でですね、まあ、わざわざ来てもらうのも悪いかなとか、いろんなことあると思うんですよ。で、まあそういう時にですね、うまく使っていただければと思います。ということで、リアルタイムオンライン査定、リアルタイムオンライン査定、これね、よかったら使ってみてください。